がこう小さく見えてしまうような時は、その鉛みたいなものにようやくこう自分の腰が立ち上がるみたいなやる気が出るというか、自分がこう小さくこう感じる時は、その鉛みたいなものをようやく突き破ってやろうかって思うような、自分がこうちっちゃく思える時は、その鉛みたいなものを突き破ってやろうかって思うような、大きい声なんか出したって別に大きくなんかならないのに、大きい声を出している俺の正体は誰だ。僕は人間に会いました。僕は人間に会いました。森の中一人ぼっちではありますが、決して寂しくはなかったんです。朝が来れば鳥がさえずるし、風が吹けば木々が歌を歌い、獣たちが僕の肉を狙っていよだれを垂らし、それなりに楽しくはあったんです。なのに僕は会いました。昨日人間に会いました。人間に会いました。僕は人間に会いました。天上天下優位が独尊だけど、天涯孤独の子供、物言わぬ岩に語りもかけず、遠いセミの鳴き声も聞かず、茂りを呪い雨に怯え、それでも楽しくはあったんです。なのに僕は会いました。昨日人間に会いました。その砕け散るような驚きを叫ばずにはいられずに、今日まで生きた喜びを吐き出すことしかできず、ただ疑うことも知らず、森の中こしらえた獣道を天秤に、偶然は必然か、それとも神のいたずらか、涙を落とし感動す。僕は人間に会いました。僕は人間に会いました。出会わなければそれはそれでよかったんです。どこか遠くに落ちる夕日だろう。僕は人間に会いました。ぬるま湯長いです。無人島に1枚だけ CD を持ってくのは何持ってく、一冊だけ本を持ってくのは誰のにする、遠くないの箱の下はどこに入る、誰と入る、答えは星の数を凌駕する、さらに人の数が掛け合わさる、だけどな結局ゼロか1だ、そこに答えがゼロか1だ、失ったものはたくさんのようやく答えを手に入れた。あ俺は何か買うわけが、はっきり言ってた言葉の輪郭だ。中にある俺は歩く勘のけだ、いつでも終わりを受け入れよ、どこでも土に埋めてくれよ、一つの未練も残さるよ、いつでも死ねると言ってみろ。答えを探すなどやめておきな、振り返るほど長い道か、鏡に映る場が
ては痛くもね、あんたのナイフは痒くもね、一つの未練も残さぬよ、どこでも死ねると言ってみろ。おい、そのくったらねえ調子やん、とっととドブに捨てっちまえ。ありがとうございます。